どうもどうも、皆さんこんにちは。アート系トーク番組アートエア、アートスピーカーの辻大地です。どうもごきげんよう、お久しぶりです。今回は、コロナ禍の中で考える現代アート、美術教育、文化政策 SDGs について、お話していきたい、難しい話していきたいと思います。前半ね、もう本当久しぶりの収録で、ちょっと近況何してたのかとか、まあコロナ禍の中で今年はね、今年度はアート系トーク番組ほとんど収録できなかったので、まあどんな感じで辻さんやってはったのかなみたいなことを少し話しておりますんで、できたら前半のコロナ禍の中で考える、欧米編を、見てもらって、でこっちが後半で、文化政策についてね、欧米との関係の文化政策について前半お話したので、後半は、まあ、日本国内の、まあ、土着というかボトムアップ的な文化政策について、お話ししていけたらなと思っております。よろしくお願いします。で、ですね、ポンとこんな感じですね。まあ、前半見ていただいた方はこれで映ってないんで、前半見ていただいた方はこれ分かっていただいてると思うんですが、まあ、後半から見ていただいた方はちょっと前半戻ってもらって、前半ではこの1番から6番までについてのまあお話をしてきました。で、後半はこの、戦後ね、日本の民主主義国家の中で欧米のまあ民主的な在り方っていうので美術館を建てたり、学校の義務教育を、やっていったりとか、いろんなことをやってたんですが、まあ2020年代そろそろその翻訳するとか啓蒙するだけじゃなくて、自分たちの中から出てきたもので考えていってもいいんじゃないかと。でその今までやったものをきっちり振り返りながら、いい部分と、まあ、まずかった部分を、見極めて、こっちの自分たち日本の中から出てきたものとうまく合わせてね、文化政策なり美術館なりアートなりをやっていったらいいんじゃないかというのが前半の、私からの提案でした。でじゃあ後半ではこの、私たちのこう生活とか日常とか、っていうのはどういうものが文化として大事にしてきたのかとか、そうですね、大事にしてきたのかとか育ててきたのかっていうことの話を、少しずつしていけたらなと思います。で、まずこれですね、文化政策っていうものが、まあ日本は世界でも文化政策に充てる国の予算が、非常に少なくて有名なんですが、悲しいけど、まあ、10分の1とかね、非常に少ないって言われてますが、しかし、まあ、イギリスのクール・ブルタニアをね、前半で参照したように、まあ、ヨーロッパの先進諸国は文化政策と経済発展とかね、社会のこう、まあ、安定みたいなことを非常に、密接に考えておりまして、まあ、そういう欧米のやり方みたいなものを日本もどんどん2020年以降、取り入れていこうという姿勢が、あります。例えば、まあ、クールジャパンとか、今出たら包摂型社会であるとか、あとは文化庁が文化省に、格上げされて、文化省が京都の方に来て、まあ、もう少しただのその今までの文化庁ってどっちかって言ったら歴史遺産とかね、そういう過去のものを守るために、人とか予算とか使ってたのが、創造的な文化の方にもどんどん予算とか人材とかを与えていこうというような、方向転換が、今行われている最中だと思います。で、文化政策に、今までは舞台美術芸術みたいなものが当て上がれていたんですが、項目としてね、最近ではもう少し新しいというか、私たちの生活の中にある文化みたいなものに、注目を焦点を当てて、助成していこうというような動きも出てます。例えばいろんなコンテンツ産業ありますよね。漫画とかコスプレとかアニメとか、そういうものをなんかとも、まあ、協力していきたいという感じですね。
コンテンツ産業の経済規模は年間10兆円、GDP の数パーセントとも言われていて、まあ、ただのその文化を守るっていう部分ではなくて、産業とか経済とかと関係していってもいいではないかっていうような目録が、言われております。どっかに書いてたかな。そうですね、かつてはこの舞台、美術、音楽、ダンスっていうような分け方だったんですが、まあ、これにもう少しそのこういう、まあ、あの聖地巡礼とかね、コスプレとかね、コミケとかね、なんかそういうふうなその大きなすごいたくさんの人とよ、まあ、規模の予算規模が動いているようなものも、まあ、あの政策として対象にしていこうというような考え方だと思います。まあ、言い悪いあるんですけどね、これね、あんまりこうあの行政が手出さんで、まあ、場所と時間とお金だけ与えて好きにしてくださいっていうんだったらいいけど、口まで出していくと、せっかく今あるこの面白い文化のね、あのところに、水を差すっていうこともありうるので、まあ、その辺はちょっと動向を要注目っていう感じでしょうか。でまたあとそういう文化政策の、新たな在り方として、まあ、地域創生としての文化政策みたいなのもあったりして、地域ブランディング、とか、市民性を育てる、シビリナイゼーションとかね、あとは中退、今個人がもうみんなバラバラになって、子ども会、自治会とか、まあ、お祭りなんかも空洞化していく中で、趣味の共同体であるとか地域のアートプロジェクトなんかで、まあ、人々をつなげていくっていうような可能性も探られてたりしてます。で、まあ、象徴的な建物や広場、ホールを今まで作ってたんですが、美術館とかもですね、まあ、それが、以前はトップダウンの、まあ、ヨーロッパは、ラフ像を置いてるみたいやから公園に裸の女の人の彫刻を置きましょうとかをやってたのが、だんだんそれに対して違和感が出てきて、じゃあ私たちが公園に置くシンボライズなオブジェとかモニュメントって何だろうっていうことをやっと話し合う状態になれたっていうのがここ最近だと思います。でそれはまだ答え出てないし、もしくは一つだけの答えっていうのはありえないので、地域によって、渋谷やったら忠犬ハチ公を置くことで、それが非常にこう地域の人に親しまれる、ね、あの彫刻として忠犬ハチ公があったりするので、まあ、そういうものを見つけてきて、想像していくっていうことが非常にこう市民性を育てるとか、地域との関係、個人と地域との関係を育てるとかいうことにつながっていくと思います。で、あと観光なんかも、昔はルーブル行って、オルセー行ってとかって、何々モナリザ見て、ゴッホ見てとか言って、そのなんかこう行くことだけが目的で、もうとにかくこう時間せとこ狭しでスケジュール組んで回ってたのが、最近はやっぱりその観光で何か出来事に出会うとか、その場を経験するっていう、こうなんとかな、目的がこう変わってきてますよね。でそういう出来事に出会うための、中でその歴史性であるとか地域性であるとか、例えば民話とか物語の生成とか、もしくはアニメのコナンでこの場所使われてたからとか、ゆるキャンで富士山のキャンプ場使ってたから行ってみたいとかね、そういう物語が生むような形で観光のあり方が変わってきたりしてます。で地域チームとか寄り合いとか旦那衆っていうのは、まあ、今サラリーマンの人がすごく戦後は増えたので、サラリーマンってやっぱ転勤があるので、なかなかね地域に紐付けされにくいんですよね。だから本来は、まあ、農業やってた時はすごく地域と人のアイデンティティ、主体性とか自己同一性みたいなのが地域に紐付けされやすかったのが、社会人になった途端に、まあ、バラバラに配属されて定期的な転勤があるので、なかなかね地域愛とか地域のその中退みたいなのを生みにくいというのが今の現状だと思います。でかろうじて子供がおられる方は学校の保護社会とかでつながったりするんですけど、最近は学校もそのなんていうかな、あんまりこうなんとかな保護社会みたいなものに参加するのが
ね、ほとんどの方も面倒くさいなって感じだと思うので、そこにこう、参加し積極的に参加してこう共同性みたいなのが生まれにくいみたいな感じになってるんですよね。だからそこをまあどういう場所で共同性をもう一回立ち上げていくかっていうのはこれからの課題で、まあ学校とか幼稚園保育園は最後の砦になってるんですけど、本来それは地域とか普通の一般の人々が作り出すもので、学校がやるべき仕事ではないんですよね。幼稚園保育園もやる仕事ではない。もちろん地域との関係は大事にするんですが、あくまでもそれは地域の人が主体になって学校と保育園と関係を結んでくれるっていうものに なるのがまあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、今はどっちかって言ったら学校とか保育園が主体になって地域の人に参加してもらう。地域の人はなんかお客さんとしてそこに運動会とか文化祭に参加して、あれがないこれがないってクレーム言う人が出てきたりね、うるさいとかね、なんかこうちょっと勘違いされてる感じがあったりして、だからそういうふうになかなかね、こう戦後民主主義国家の日本の中でどうやって市民性であるとか地域性であるとかっていうのを生んでいったらいいのかな、大きな課題ですね。まあ、社会学者の人とかその研究してたらね、また教えてほしいんですが、かつてその団塊の世代とかは企業がもうほとんど家族みたいになってて、企業の中で運動会、トヨタとかはね、大きなトヨタの会社の人口ってすごい多いので、トヨタの中で文化祭があったり運動会があったりとかするみたいですけど、なんかそういうのは戦後すぐはそういう企業を中心にした共同体みたいなのがありえたんでしょうけど、今はかなり非正規雇用の方も増えてたり、会社に紐付けされてない方が半分ぐらいになった時に、じゃあどういうふうに中隊を生んでいくのかとか共同体を生んでいくのかっていうのは、まあ、これからいろいろやっていくところになると思います。そういう意味での中でまた包摂型社会とかね、出てくると思います。で、まあ、一つこのアートの中では、まあ、社会実験みたいなところで、いちごつまり、トリエンナーレっていう中で、その限界集落とか過疎を人が減っていってる中で、まあ、芸術祭をやることで、一つのこう人々の結びつきであるとかね、共同性であるみたいなものをこう生んでいこうという実験があったりします。北川フラムさんとかに、ね、代表されるようなもんですね。で、あとこれは日本におけるソーシャリーエンゲージドアートの、ポスター、ワシントン州立大学のシンポジウムのポスターに使われたらしいんですが、加藤翼さんの作品で、2011年福島県いわきで行われた参加型の作品で、こうみんなでね、この大きな巨大な造形物をこう、引き起こすっていうような作品、まあ、まさにこう中隊を象徴するようなプロジェクトかなと思います。もともと加藤翼さんは引き倒すっていうのをやってたんですけど、これは震災、東北のね震災を受けてのプロジェクトなんで、ちょっと引き倒すじゃなくてみんなで引き起こすっていうようなものに変えてやられたものですね。まあもともとこのお祭り、岸和田のだんじりとかね、そういう祭りっていうのはある種の中隊であるとか共同性みたいなのを読んだりしてたもんなんですが、まあ、先ほど言った理由からなかなかそれが、機能しにくくなってきてる中で、じゃあ何がそれにとって変わってあるのかなっていうところですね。で、まあ個人の表現や趣味文化で補ってる部分は非常に大きいだろうなと思います。そういう人々の、アイデンティティ、よりどころですね、よりどころとか居場所を見つけるっていう部分で、会社以外のね、そういう意味ではそのコミックマーケットにあんだけ人が集まってくるとか、同人会とか、まあかつての、何々画団とか何々、公募団体展なんかも今ではもう高齢化が進んでて、ある種のそういう一つの趣味とか時代を生きてた人の同人会みたいになってて、まあ、居場所を確保しているものになってるのかなと思ったりします。
まあ、あと芸術祭の中でも食マルシェとかをね、中心にやることで、かなり裾野を広げたような共同性みたいなのも生み出したりしてるかなと思います。あとカルチャーセンター、習い事、手芸、クラフトとかですね、私の、お絵描き教室もこの辺に入ってくるかなと思います。まあ、手仕事とかなんか作ったり描いたりっていう、こうグループでやるとなんか独特の人とのこう共有空間っていうか共同性みたいなのが生まれるので、まあそこから一つの共有の場をね、組み立てていくっていうのが、まあ一つのやり方かなと思いますね。コミュニケーションと表現の共有の場を形成したり、癒しや包摂社会、承認欲求や、まあ、平等主義などを、まあ、生んできたんではないかなというふうに思います。で、福祉活動とアートプロジェクトですね。まあ、医療機関とか介護、保育施設でこういう、まあ、紐通しであるとか手芸であるとか折り紙切り紙であるとか、そういうものは、ますますこれから必要とされてくるだろうなと思います。で、これ福祉とアートで非常に興味深かった作品なんですけど、京都新聞の写真記者の松村和彦氏が、京都グラフィー2019年の、中で展示されてたもので、こんなはずじゃなかったというタイトルの、展示です。ここの写真のね、介護されてるおじいちゃんが、地域医療のパイオニアである早川和光さんと言いまして、早川さん自身はもともとその介護のね、介護さする人の、まあ、医療に携わってて、まあ、そういうの研究されてた方なんですが、まあいろいろそれで自分ではケアをしてたんですね、いろいろ。しかし実際自分が介護される側に回った時に、非常にその仕事、医療医者としてやってた立場と自分が介護される側に回った時のギャップっていうかな、やっぱすごい孤独、結構恵まれてるんですよ、家族に囲まれて介護してもらう。それでもやっぱり夜一人で寝る時にね、もうたまらない孤独が現れたりとか、なかなかこう医療機関では拾えない部分っていうのが実態としてあって、で、まあ、それがまあ宗教であるとか芸術みたいなもので救われるのかどうなのかわからないんですが、まあ、現代医療での限界みたいなのを感じられてるんですね。で、そういうのをまあ京都新聞のこのコラムとか連載で、松村さんの写真とかインタビューをもとにずっと継続したものを発表しておりました。で、まあ、こういうアートっていうのは、見えないものを見える形にするとか、社会の問題みたいなのを提起する、問題提起っていうのが一つ大きな役割としてあるんですが、まあ、まさにこういう、福祉っていうのは前半で話したみたいに、これから日本が超高齢化社会になっていく時にもう問題だらけなんですよね。問題山積みなんで、まあ、ここにアーティストがどんどん関わっていって、その問題を見える形にするとか、もしくはその問題解決までつなげる、まあ、デザインの方は問題提起から問題解決の方まで行く場合が多いので、問題解決の方までつなげる提案なんかをやっていくっていうのは非常に社会的には求められてるとこだなと思います。個人的には保育とか養護とかね、保育の福祉の施設なんかでもいっぱい問題山積みしてるところが多いので、まあそこは自分なりにいろいろ問題提起したり問題解決できるように動いてるつもりなんですが、まあそういうところに、アーティスト、まあ、特にソーシャリーエンゲージドアートみたいなものを考えられてる方は、まあ需要がある、もうすごいいっぱいやることあるんで求められてるんで、そういうところに入っていってもらえたらなっていうふうに個人的には思ったりします。ちょっと一回ここで休憩しますかね。まあ問題だらもう近代国家は問題は終わらないんで、あんまり問題問題言うて問題に押しつぶされる必要は全くないと思いますけどね。まあ言うても昔に比べたらめちゃめちゃ良くなってると思いますよ。本当にすごい住みやすいとこ増えたし、ゴミも減ったし、
変な人も減ったような気がするし、まあ変な人がいたらあかんってわけじゃないんですけど、変な人に嫌な思いを自分がされる機会が減ったような気もするし、あのね、遊びに行ってもいろいろあのトイレがきれかったり、あのこう階段上り下りがしやすかったりとかね、なんかそういう昔は結構子供ながらに親についてて買い物とか行ったら結構辛いしんどいとことかもあったんですけど、そういうのはだいぶ減って快適になったりするんでね、まあいろいろ改善されてどんどん良くなってるのがほとんどだと思います。その中であえてね、まあもうちょっとこういうことしたらどうかなっていうような感じの意味合いだと思っておいてください。そしたら次行こうかな。やっぱ後半は一人やからちょっと息切れしてるな。まだ20分しか喋ってないんか、もう終わろっかなって感じなんですけど、まあ90分も喋ることは絶対ないですね。じゃあ次は、はい、大衆娯楽文化っていうのはもう、まあクールジャパンなんかで注目されましたけど、まああの日本のまあボトムアップ、こう風土から出てきた、まあ非常に面白いコンテンツだなと思います。アニメとかね、コスプレとか、映画、テレビ、漫画、イラスト、絵本、最近ではゲーム、 SNS、 YouTuber とかね、あると思います。今年というか2020年、鬼滅の刃が非常にヒットして、あの私も見ましたけど、すごいよくできたねコンテンツで面白いなと思いますし、あとマインクラフトとかね、小学生の男の子ですごい好きでもうハマってやってる子がいたり、あとはあの動物、集まれ動物の森とかね、なんかああいうのとか TikTok とか、この前どっかでガンダムが、等身大のガンダムが立ち上がってたりとかね、なんか非常に面白いあの、内容のコンテンツがいっぱい生まれてていいなと思いますよね。で、まあなんか新しい、なんかおもろいことっていうのは、日本の文化の場合はこの大衆とか娯楽文化で結構こう前衛的なことっていうかな、面白い新しいことってやられてる場合が多いんで、なんかなんせコンテンツがおもろいな、やりたいなって人はこっちの業界行った方が楽しいかもしれないですよね。なんかこうストレートじゃないですか、あのいいもの、面白いものをやればお客さんが反応してくれて、お金が儲かるっていうか入ってくるっていうか、その関係が良くなっていくっていうようなものなので、まあ今私ももうあのコロナ禍になってから、この絵本ですね、大衆娯楽文化における絵本をいかにこう作るかのずっとやってて、まあそれはそれで面白いですよ全然、うん、やしやっぱね、おもんなかったら無視されるし、おもろかったら声がかかるっていうもんなんで、すごい正直な世界は、まあ正直というか分かりやすく正直な世界なんで、まあこういう世界でやっていくっていうのもいいかなと思いますよね。で、一方でさっきのあの福祉とかのソーシャリーエンゲージドアートとかなってくると、そのなんていうかな、国とか行政とか市とかによって必要なものなので、一般の人からお金をもらってスポンサーになってもらってやるというよりは、やっぱり文化予算とか助成金とか、そういうこれは必要なんですって、すぐには答えも出ないし、あのなんていうかな、あのすぐに利益が生むもんじゃないけど、困ってる人とか、こういう見えないところに手あの手を入れていくとか、手を差し伸べるというか、光を当てていくということが必要なんですみたいな感じで、どっちかというとちょっとこう学問的な要素が強くなってくるんで、あのそういうのが好きな人はこういう感じでね、ありやと思いますし、いやいやもう純粋におもろいものを作りたいんやとか人は、こっちの大衆娯楽とかの方がまあ向いてるのかなと思ったりします。で、私はちょっと欲張りで今両方やったろうってやってて、とにかく忙しい、時間がないなって感じなんですけど、まあでも楽しいのは楽しいですね、はい、で、日本の日常から生まれた生活文化と行動規範みたいなものをまあ考えておく必要があるだろうということで、さっきの芸術祭ってね、越後妻有トリエンナーレの芸術祭とか
そう、まあ、あとはハナラートなんかも芸術祭だと思うんですけど、芸術祭って言われてるものと、愛知トリエンナーレとか、堂島リバーホール横浜トリエンナーレとか国際展って言われてるものの違いですね。国際展って言われてるものは欧米の文化を啓蒙していくってところに力点があって、芸術祭っていうのは地域の中で育まれた生まれた文化とか芸術を、まあ、どうこう展開していくかとか育てていくかってところに力点があるっていうのものだと思います。だから評価が全然評価の視点が違うので、同軸でどっちがいい悪いとかって語るのは非常にナンセンスやなと思います。で、まあ、日本の文化が生まれたものとしてオタクであるとか温泉とか癒しとかね、こういうのはまあすごい日本のいいとこですよね。であと治安の良さ、時間に真面目、時間真面目すぎますよね、あの自分が言ったら怒られてたけど電車とかすごいね、スーパーちゃんと来るのがすごいですよね。であと福祉の精神も多分あのかなり高いんだと思います。あの今回コロナでね分かったのが、その全保険制、健康保険がやっぱ全員入ってる、ほぼほぼほぼ入ってるっていうのは、アメリカなんかやっぱ全然ね、あの保険はもう民間で、払ってるんで入ってない人が多くて、高度医療を受けられない人が続出して、あのやっぱり死者、コロナによる死者に非常に格差が現れてしまってるとかね、そういうのに比べたら日本なんかはそういう意味では福祉非常に充実してるなと。でまあ介護保育なんかでも、まあ、介護はちょっと内容はまだ分かんないですけど、私は保育なんかでもやっぱすごく中にいてる人たちは一生懸命あの福祉の精神で子供安い給料でね、あの育てたりしてるんで、この辺は本当日本の良さだなと思います。であの保育は本当に今あの社会問題になってて、あの国家予算が GDP に対する予算が非常に低いんですよね。世界的に見てもすごい低いんで、あの一人暮らししながら保育者やっていけないぐらいの低さなんで、もらってる給料はな。でも仕事はものすごい高い専門性を今要求されてたりとか、まあ、あとはもちろん子どもの命関わるものなんで非常に責任も重大なんですよね。そういうの割にはあの本当お金が低くて、平均給与よりも3割ぐらい手取りで3、4割低いんかな。全然あの見合ってないので、ここはもうせめて平均までは持っていってあげてほしいなと思いますよね。あの今どんどんこう声は大きくなってるんですけど、まだまだ足りないんで、保育者が、まあ平均給与になるような、運動っていうのはもっともっとみんなで声上げてやってってもらいたいなと思います。でもともとあの幼児保育にお金を国家予算でつけるのが最も社会に貢献するっていうのが教育の予算のね研究で分かったんですよね。すごい何十年の2、30年の縦断研究っていうので、ちっちゃい子が2、30年後どうなるかっていうのをずっと追った研究があるんですよ。かなり量的な研究で、そしたらやっぱ幼児期にしっかりした、まあですね、安心とかね、情緒が安定するとか、まあ、ウェルビーイングっていうのは、なんか幸せ、幸福感を抱いてるとか、まあ、新しい楽しいことをいっぱいさせてもらったとか、そういうものに、経験しとくと、将来非常に世の中にとってその子はあのまあその子自身も幸せに暮らすし、周りの世の中にもすごく貢献する、まあ、いっぱいこういいいことをするっていうことが、簡単に言うとね、あの研究で出たので、幼児教育に予算投資するのが一番こうリターンが大きいっていうのがもうあの研究で分かったんですね、量的研究で。だから日本もそれを受けて、まあ、世界の OECD もどんどん今幼児教育にあの内容とかお金とかを投入してるんで、まあ、それを日本もまあ真似して今幼児教育にどんどんあの、メスを入れていって、2018年ね、その養育要領とかね、保育所指針とかあの法令が変わって随分良くはなってるんです、質はね。本当にただこの要領とか保育の内容の質を現場でやっていこうと思ったら、まず予算、保育所の予算が少なすぎる。あの私立の幼稚園とか保育園はやっぱり5年以上勤める人っていうのがすごい少ないので、なかなかこのレベルまで持っていこうと思ったら、やっぱり10年ぐらい勤める人が
まあ、5年ぐらい勤める人が平均で少なくとも必要やし、場合によっては7、8年ぐらいまで勤めてくれる人がゴロゴロいてないと、なかなかそこに書いてるものを実現するっていうのは難しいと思うんですね。で、あともう一個はその配置基準っていう、子どもの数に対して、保育者の数っていうのが、これも日本はその先進諸国と比べて極端に状況が悪いんですよね。今あの3歳児年少で20人で1人の先生、年中年長で30人で1人の先生ってなってるけど、みんな子育てしたら分かると思うんですけど、どう考えても無理でしょそんなありえないでしょ。だから欧米はそれ半分ぐらいですよね。だから10人で年少やったら10人で、まあ、いろんな国によって若干違うんですけど、1人の先生とか15人で1人の先生とか、だから30人クラスにするんやったら2人の先生がいてるとかいうふうになってたりするんですよね。だから配置基準って言い方するんですけど、そこもまあ幼保は特に早く変えてもらわないと厳しいなって、まあ、もちろん2歳1歳も2歳が何人やったかな、2歳ももうちょっと減らさなダメだと思うんですよね。0歳1歳もあれなんですけど、まだあれなんです、まあ、クラスで動くっていうことよりもね、保育あの養護が中心になるんで、まあ0歳はちょっとまだわからない部分はありますけど、まあそんな感じなんです。で、小学校の方は一応40年ぶりに配置基準がやっと改正されて、2021年今年度から段階的に小学1年生2年生を順番に35人学級にするというふうに言っておりました。全然35人多いやんかって思いません？でも今まで40人だったんですよね。あ、1年は35人で、2年生から6年生までは定員が40人だった、40人に1人の先生だったのを、まあどの学年も段階的に5、6年かけて35人にするということです。で、本当は35人でも多いんで30人ぐらいまでには持っていくのがいいと思うんですけど、でもまあ40年間ずっとその配置基準動かなかったのがやっと動き出したっていうのは、まあ大きな成果かなと思うんで、まあ、今後の動向が、期待ですね。で、まあよく欧米はこうで日本はこうでって言い方よくされる方多いし、私も10年前はよくその論法を使ってたような気がして反省なんですけど、まあ、欧米では美術館はこうコレクションしてねとか、学芸員はしっかりキュレーターとしてやってねとかあるじゃないですか。でも調べたら大体予算の問題なんですよね。ヨーロッパはこの人数で一人の先生でこんだけの給料をもらってたらここまでのレベルやるできるよなっていう感じで、文化的な行動様式とか主体人のこの性格の問題というよりは設定構造の問題がほとんどの場合が多くて、だからね、まずその環境とか人数とか予算とかを見た上で議論しないとだいたいずれるかなって感じですよね。保育で言えばイタリアのレッジョエミリア教育ってすごい有名で、丁寧に子どもの、その主体性をね受け止めながら、子どもがいろんなことをこう材料を置いてあって自由にこう自分のやりたいことをやれるっていうような環境が整備されてるんです。整備されてて非常にいつもよく紹介されるんですけど、やっぱりすごい少ない人数で、保育者の数も多いんですよね。だから見れると。で、例えば日本の30人クラスで1人の担任でレッジョと同じことやったら怪我人が出るんですよね。実際何個かやったところでそういうやっぱトラブルとか怪我とかが出てね、問題になったっていうのは聞いたことがあるん で自分もやってみて、やっぱり自由を委ねるとやっぱり喧嘩とかトラブル怪我とかも出てきやすいので、自分の見れる数の限界とか時間とか場所っていうのは限られるっていうのはもう経験としてすごい分かってるので、やっぱりねその辺は人数とか時間とか予算とかね、そういうのをちゃんと見た上でこう議論していかないと、非常にまずいだろうなと思います。
で、ちなみに日本の教育は結構そういう意味では時間とか予算とかを見た上では非常にまあ頑張ってる方で、まあ、世界的にも評価されてる、そういう意味での評価って非常に高いんですよね。だからその辺を見極めた上で議論していかないといけないなと思います。特になんか美術関係のなんかそういう教育をしっかりこう研究してない人らが集まって美術について話してる時って、そういうところを無視してマウント取るっていうかね、ダメ出ししてるような話をよく聞くんで、うん、まあそう分かるけどもうちょっと勉強してほしいなっていうのが正直なとこですかね。で、まあ今ここまで9番まで来ましたかね。1番から話して日本の文化政策の12の視点でここまで来て、で最後ちょっとそのこの辺ですかねを話していきたいと思います。どっちかな、あここやな、はい、すぐには役に立たないが社会包摂文化インディーズ文化ということで出てますかね、はい。まあ昔で言ったらこう瓦物、歌舞伎物って言われてた、歌舞伎っていうのが昔はそういうものであったりとか、まあ、今で言ったら現代美術とか、まあ、あとアングラの、文化ですよね、とか、まあ、アウトサイダーアート、とかなんかも含まれてくるかなと、のはあります。でまあ、あとは愛知トリエンナーレのああいうねこう敵対性を生むような跡なんかも、まあすぐには役に立たないけどっていうのはあるかなと思いますけど、まあこういうのはまあ僕もどっちかというとこういう中に居場所がある方が自分の性格的には落ち着くっていうかいいなと思うようなとこで、まあちょっとこう何て言うかな、すぐにはいいか悪いか分からないようなものでもなんかこう面白いとか得体の知れないものとかなんかちょっと怖いけど見てみたいみたいなものあるじゃないですか。とか現代アートはほとんど難しすぎて分からないけどなんか気になるみたいなのがあったりして、でそういうところっていうのはまあすぐには結果が出ないしお金にもならないし、まあもしくは長期的に見てもお金にもならないし役にも立たないものがほとんどだと思うんですけど、でもなんかそういうものって社会とか文化とか共同性の中にはなんかちょっと一定数必要だと思うんですよね。なんか今そういうのに興味がない人も何らかのことで自分の人生でちょっと転機が来た時にそういうところの居場所があると救われるというか、またこう価値観が変わるというようなところがあると思うんですよね。まあ、有名な話で働きアリの全員働いてないアリがいて何割かはずっとサボってると、1割やったかな2割やったか忘れたけど、でその1割2割サボったアリを排除して全員残った働きアリで働くかって言ったら、その残った働きアリのまた 1,2 割がサボり出すというふうになってるっていうのがアリのその生態系らしいんですよね。でそれ集団の動きってなんかそれに近いなと思ってて、学校のクラスとか、まあ、子供に教えてる時もですけど、この 1,2 割のちょっと手のかかる子とかしんどい子とかいなかったら随分やりやすいのになって昔は思ってたんですけど、結局その子がいなくなったら他の子がその役割をするんですよね、クラスってね、面白いもんで。だからなんか共同体ってそういうもんなんだろうなと思います。でそういうのがないと逆に危険かなっていう感じですね。見えないところでそういうことがこう起こってるんで、無意識もう見えないところで過激ないじめとか過激な問題が起こるってことになり得るので、まあそういうちょっとすぐには役に立たないものを、インディーズ文化としてこう社会の中で定置させる、配置させとくってことは、まあ、非常に大事なことなんじゃないかなと思います。でアウトサイダーアートはよく福祉の関係で置かれることが多いんですが、私もちょっとこの表を作ってて悩んだんですが、でもどっちかって言ったら福祉よりもこっちの方に置いた方がよりその意味合いは取れるかなと思います。必ずしもその、障害者の方だけではないと思うんですね、アウトサイダーアートっていうのは。まあそのアートの終焉にあるあり方なので、いろんな意味を含んでくるのがこの言葉だと思うので、まあ、こっちの方に置いた方がいいかなと思います。
で、まあ、敵対性のアートで何度か紹介したこのサンティアゴ・シエラっていう作家なんかのアートプロジェクトでは、貧しいというかな、その入れ墨を何センチ掘らしてくれたら何万円のお金あげますっていうふうに募集を募って、アートプロジェクトとして撮ってるんですね。で、結構その、貧しいであろう若い女性の方にこういうふうにやってるっていう作品で、今これ日本でやったらほぼほぼ倫理的にアウトですよね。あんだけフェミニズムとかセクハラとかいろんな倫理的な問題で炎上が日々見られる中で、この作品を日本人がもし提出したら、もうフルボッコ間違いないって感じですよね。でもなんかこういう、なんつうんかな、敵対性みたいなものが、まあ多分これは風俗で働くその女性の方の比喩にもなってると思うんですね。なんかそういうお金で体を売るという部分は、まあ共通点があるので、なんかそういうことに対する批判批評みたいなのもあるんですが、まあこういうのってのは本当に難しい。私もちょっと今言葉がうまく出てこないんですが、でもこういうものをこう見える形にして問題提起していく。で、問題提起されたからすごい揺さぶりますよね。今なんか私はちょっと言語が出ないぐらい、失語、言葉が出ないぐらい、もう戸惑ってしまうっていうもんなんで、まあこういうものが、まあ現代アートとしては非常に優れた作品だと思うんですが、こういう優れた作品を現状今やっていくのは相当難しくなってますよね。だから2020年代以降、SDGs って、まあ要するにすごい政治的に正しい文言を掲げて大きな物語でやっていこうというふうなの旗振りの中で、じゃあ現代アートって何をやっていけるのかなっていうのは、ちょっと2020年代以降の、まあ、もう一つの課題ですね。こういうタイプの作品っていうのがどうあり得るのか。だからもうちょっとだから、表現方法、直接的すぎるじゃないですか、これ。だからもうちょっとこう比喩を使う。まあ、特にメタファーですね。隠された比喩を使いながらこういうことを表現していくとか、イメージの取り扱いとか、比喩の取り扱いとか象徴の取り扱いをもっと洗練させたり訓練させたり、やっていくっていうことが多分望まれるんだと思います。で、私個人的には今ちょっとさっきも言った絵本作りみたいなのを通して、こう、まあ大衆娯楽みたいなね、面白いコンテンツ作りたいと思ってやってるんですけど、でも大衆娯楽みたいなものをこうやっていくと、やっぱり人の普遍的な部分、本質的な快楽とか恐れとか欲望みたいなものにしっかりこう焦点合わせないと、やっぱり人を引きつける作品って作れないんですよね。だからそこを本質、まあその普遍的なものっていうのは、そういう意味では普遍的なものってあると思うので、そういう普遍的なものをがっちりつかみながら表す時に、サンティゴ・シエラの入れ墨みたいな部分をうまくこう織り込んでいくっていう技術が多分今後の、日本で現代アートする場合には非常に求められる作法というかな、方法で。鬼滅の刃なんかはそれかなりうまくいってると思うんですよね。言ったら鬼っていうのは差別の対象じゃないですか。言ったらコロナに感染した人を、まあ、差別するのはもちろん良くないんですが、まあ、昔で言ったらそのなんだペストとかね、まあ、日本で言ったらなんかその宮崎駿さんのジブリの「もののけ姫」であったようなああいう伝染病ってありますよね。まあ、ああいうものにかかるっていうのが、ある種鬼滅の刃の鬼になるっていうことの、まあ、比喩としてあって、
でもそれを炭治郎は、主役の炭治郎は差別の対象としてとにかくやっつけるものだっていう風な立場を取らなかったですよね。柱の人たちは富岡義勇とかそういう柱の人たちはもうとにかく鬼に自分の家族を殺されてて、まあ、要するに伝染病で完全に家族を殺されてるのでもう伝染病イコール悪みたいな感じでぶっ潰す、鬼滅、滅するみたいな感じで対応するんですけど、炭治郎自身は鬼には鬼の伝染病には伝染病の生き方あり方生態系があるだろうって非常になんかその人心性的なね倫理観価値観を持ってて、しかも自分の妹も身内も鬼になるんだけど、その、禰豆子って妹の鬼を、なんとかその共同して生きていく、共に生きていくという方法を選び続けますよね。それがまあ兄弟愛としてすごい人々の心を引きつけたんですけど、そういうでもあれは差別とか伝染病みたいなものとの関わる時の非常にこう一つのメタファーになってると思うんですね。だから鬼滅の刃はすごい時代的にもあってたし、今のこれから倫理的なものとか正しいものっていうものを考えていく上でも非常に一つのこう重要なコンテンツになってるなと思います。で、まあ、見る人によってはね、文学とかそういう小説とか好きな人は炭治郎があまりにも無垢な純粋な倫理的な正しさを持ってて気持ち悪いって言ってる人もいたし、逆になんかそのお話の中で全部言葉で説明してしまうのが気持ち悪いって言ってる人見てて、まあ気持ち悪いとは私は思わないけど、確かに全部言葉で説明してるなとか、単純はかなり倫理的に正しくて、まあある種のこうここまでの人らか言ったらかなり逆に精神病じゃないかっていうようなね、精神分析の方で言ってる人もいたけど、なんかそういうのもまあなんとなくわからんでもないかなって感じはしたけど、ただコンテンツ物語の構造としてはそういう差別とか伝染病とか、もしくはこの変わら者って言われるような人たちですね、こうインディーズとかこういう人に対してどういうふうにこう人と関わっていくかとか共同していくかとか社会の中にこうやっていくかっていうものが非常に、出てた作品で、まあ、ああいうやり方が多分日本の中で、問題提起していくやり方としてはかなり参考になる優れた方法なのかなと思います。このサンティアゴ・シネラのやり方やるとかなりまずいやるの で愛知トリエンナーレの津田大輔さんがやられたやつはどっちかというとこの路線でぶつけていって、非常に大きな問題提起をはらんだし、多分歴史に残る重要な国際展になったと思うんですけど、津田さんのやられた愛知トリエンナーレは。でも一方でやっぱ非常に大きな傷と分断を生んでしまって、今でも回復できないほどの亀裂が残ってしまってるので、やっぱり方法はヨーロッパの敵対性とか見てた時はわすげえ面白いと思ったけど、自分自身のこう生活とか日本の中でやるってなるとちょっと やばいなっていうか、やめといた方がいいんやろうなっていうふうに、改めて思った感じですね。でもう一個余談ついでに鬼滅の刃の話したんで、もう一個余談ついでにしておくと、最近進撃の巨人が最後ファイナルシーズンでやられてるじゃないですか。で進撃の巨人もこのファイナルシーズンはかなりそういう分断ですね、分断と共同性についてっていうことを考えさせるような内容になってて、かなりそういう意味ではもともと第一期からこの鎖国するか鎖国しないかとか、外部に自由を求めるか認めないかとのユートピアが外にあるとかね、なんかそういうものとかいろんなその現代思想とか現代アートに、関わるような問題定期っていうのがいっぱい進撃の巨人はあったと思うんですけど、最後のファイナルシーズンに来て非常にその普遍的な問題、こう戦敵と味方ですよね、をどういうふうにこう
人が受け止めていくのかっていうものをリアルに書き出してて、非常にこうファイナルシーズンでかなりあのすごいとこまで来たなっていうふうに今思って見ております。まだ途中ですけどね、あのアニメでしか見てないので、今ヤフーギャオで見ることができますよね。からまあああいうものがどんどんこう大衆の中で、大衆の娯楽文化だけどもう一歩二歩三歩深まっていけるような内容になってて、そういうものをまたあのみんなが受け止めていくっていうものは非常に大きいと思いますし、 できたらやっぱりあのアニメ批評とかアニメとか見る人すごい数が多いので、そこに対して文化人が批評的なこうコメント言語を残していくっていうのはやっぱすごい大事だろうなと思います。結構あの鵜呑みアニメの影響って感性に揺さぶってくるので、ものすごいそれにこう洗脳されるというか影響を受けて物事を見てしまう人が増えるので、そういう新しいそのアニメによって受けた感動はもちろん大事なんですけど、一方でそれを客観視したり対象化したり批評的に見る目っていうのもやっぱ大事で、そういう意味ではそのアニメ批評とかすごいたくさんの人が見るものに対して批評的な介入をしていく、まあ、それだから現代アートはそれはできるかもしれないですね。進撃の巨人とか鬼滅の刃に対して、二次創作とか、アプロプリエーションとか、まあ、今著作権の問題で批判的東洋作品って難しくなってるんで、そうじゃなくて、まあ、メタファーとか隠喩とかグイとアレゴリーとかを使いながら、鬼滅の刃とか進撃の巨人とか、そういうものゆるキャンとかそういうものに対してコメントをやっていくというのは大事かなと思います。東博樹さんがね、昔エヴァンゲリオンとかああいうのでやっても全然アニメとかから遠ざかって、エヴァンゲリオン強化機能かなやってるって、久しぶりにそれで喋られてるみたいですけど、なんかそういうのはまだまだ、実は東さんもやめたって言っちゃったけど、これからもっともっと必要になってくるし、やった方がいいなと思いますよね。あのコードギアスとか反逆のルーツ、コードギアスとか新自由主義と脱植民地主義的なテーマがいっぱいあって、ね、すごい面白いんですけど、でもあれあのまま鵜呑みにするとかなり陰謀論的なあのものにもこう吸い付きやすいと思うので、あのコードギアスを批評的に読み込んで、あのもう一回こう対象化させるっていうのは必要ですよね。うん、まあそういうのはまあどうなんやろな、アニメの批評誌とか全然読んだことないからやってんのかもしれないですけど、あの現代アートの中でもやることできそうかなと思います。で、最後の方まで来ました。12番、まあこういうものを考えていく上で注意する点、まあ特にこのインディーズ文化みたいなものを社会包摂、するときに、気をつける点が、最後12番でちょっと話してまして、ジェントリフィケーションっていうような考え方ですね。これはまああの簡単に言うと、都市の美化政策に芸術とかアートが使われて、うまくいってその土地が家賃が高騰して、そこの地域住民で、まあ、安から住んでた人たちが住めなくなって転居するみたいなものが、まあ、よく代表としては挙げられるんですが、まあ、アートとか芸術みたいなのがその排除の道具に使われる可能性があるってことは一個気をつけないといけないっていうことですね。まあ、あの地域芸術祭なんかでも結構観光家とかその地域の土木とか不動産関係の、企業であるとか行政であるとかがスポンサーにつくことが多いので、そこでただ単にこの美化政策の道具に使われないという立場を明確に示していくっていうのはすごい大事だと思います。これ新宿にある排除アートの一種で、まあ、なんかおしゃれなオブジェみたいなのを置いてるように見えますが、ここには実はホームレスの人が寝てた場所で、そこに寝れないような、
障害物を置いているというようなものになったりしてます。でもう一つはその過剰包摂型社会っていうもの、まあこの辺は全部社会学の言語ですけど、包摂する上で、まあこの子も包摂しなあかん、あの子も包摂しなあかんっていう時に、包摂をやりすぎて、息苦しくなるとか、もしくは包摂するための管理が強くなりすぎて管理型社会になっていくかとかいうのは、まあよくありがちなパターンなので、まあその居場所のない人たちも社会の中でおれるような場所を作るっていうのは大事だけど、さっきも言って場所とか時間はとか、まあ予算も場合によって与えるけど口は出さないっていうようなことが必要であったりとか、まあ、見守る姿勢ですよね。こっちは倫理的に正しいからどんどん手を差し伸べてるつもりでも、向こうから見たらすごいしんどいことをやらされてるっていうこともよくあるので、まあその塩梅バランスを見ながら、包摂をしていくってことが非常に大事で、コロナ禍以降は多分管理型社会が非常に強くなるので、その管理のレベルをもう少しこう構造的に、バランス取りながら設定していくというのはこれからすごい大事になってくるんだろうなと思います。で、まあこれはちょっと大学院の発表の時の院生の中でのアートプロジェクト論で喋ったものなので、まあ、一応最後に研究の課題としては、文化政策補助金の交付を得るためには社会や公共にとってその活動がいかに有益であるかを示す根拠になるデータが必要であるって書いてるんですけど、まあこれはもう身も蓋もないんですが、まあこう助成金を得るときにやっぱ根拠がないとなかなかね、再分配ってできないので、その根拠を作る必要があると。で今までの根拠のデータというのは何人来ましたっていう量的なものとか、経済効果がいくらいくらなりましたっていう金額的なもの、経済効果か人数の集客数みたいなものしかなかったんですが、もう少し違うその有益性っていうものを示す必要があって、例えば居場所のない人の居場所を与えたとか、今までこう地域に全然孤立してた人が地域とつながることができたとか、幸福感が全然得られなかった人がちょっと達成することで幸福感を得られるようになったとか、まあウェルビーイングっていう居心地の良さとかね、こうこの世にいてる安心感みたいなものとか、そういう違う指標をもう作り出さないと、新自由主義的な価値観だけで、必要か必要じゃないかっていうことになってしまいがちなので、研究者はその違う根拠になるデータを想像していく、これがまあこういうことで、いい効果を表したのでこんだけの予算が必要なんですよと言えるようなものを作り出していくっていうのが非常に大事だと思うんですよね。その研究の方法もまたどんどん想像していかないといけないし、そのデータの抽出したものを、まあ、説得力のあるものとして提出する手段、方法、結果の表し方を、まあ、考察していくっていうのが必要になってくるなと思います。はい。あ、ちょうど1時間ぐらいになりましたね。まあ、大学の授業でね、この後こんな長く喋ってないんで、このなんだ2時間かかったものを30分でまとめて喋ったんで、かなりこう端折った部分とかね、省略した部分があったとあったんで、まあその辺を補いながら、またあとは最近ここ最近考えてることについて喋ってきました。皆さんいかがだったでしょうか。だいぶ喋り疲れたなって感じですね。お酒もないしな。まあ今年度いっぱいはまだね、コロナの影響が
続きそうなんで、まあアップ系トーク番組はまあこんな感じでたまにこう気が向いたらやったり、まああとはあのゲストを呼ぶのはちょっと難しいんで、ズームで、集まって、やるかって感じですかね。まあもしあのズームでね、あの番組出て喋りたいという人いたら、あの概メッセージ送ってもらったら、コメント欄とかに、あの全然そういうのはやりたくないってことはないので、あのウェルカムであのやらせていただけたらなと思います。ただ結構ね、あの私はこう会って喋った後みんなで飲みに行くのがすごい楽しみで、それを自分のご褒美で、まあ、無料でやってる部分があったので、ズームとかやったら本当ね、ご褒美がない状態で、報酬がない状態であのやるみたいな感じになるんで、なんかね、それでもあんまやってない原因の一つかもしれないですね。まああとはあの絵本作り楽しいんで、もうちょっとあのゴールデンウィークまでになんとか形にできたらな思いながら、まあでも場合によっては8月ぐらいまでかかるかなと思うんで、まだしばらく今年度はちょっと絵本作りの方に集中、時間をとにかく投入したいと思ってるんで、まあそっちの方を中心にやって、余力があればとか、まあ今回みたいにどうしてもこう話すものが溜まってしまって、出したくなったらすいませんが勝手に喋るっていう感じでやってきたらなと思います。まあ皆さんもね、まあアーティストはでもどうでしょう、まあ家でやることが多いから、ものすごいコロナの影響をね受けるっていう感じじゃない。カラオケが好きな人とか本当かわいそう、大変やなとか思いますけど、まああのあまり皆さんもあのね、適当に息抜きして気晴らししながら、あんま根詰めると鬱になっちゃうんで、あのちょっと散歩したりとか、公園で茶団子食べたりとかね、なんかそういう気分転換しながら、過ごしてもらえたらなと思います。そしたらあのまた平成美術展だけ見に行きました。またねそれ気が向いたら喋りますわ。なかなかあんまりこう批判的に喋ってしまいそうなんで、終わってから喋ろうかなとか、あんまり影響がなくなってから喋ろうかなっていう風な感じですね。今やってる最中にちょっと喋るの、喋りにくいなって感じなんで、またそれもいつか気が向いたら喋ると思います。それでは皆さん、ここまで見ていただいた方ありがとうございました。まあアート系トーク番組アートエアは、ゆらりゆらりこんな感じでやっていきますので、あのご心配なく、また気が向いたら見てもらえたらなと思います。それではアートスピーカーの辻大地でした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。バイバイ。